皆さんこんにちは、エスプリの川村です。今日は SL400R231 こちらをロアリングキットを組みます。はい、ということで、先ほどですね、リフトに当てて、IID、前回の R231SL400、あの冷やしスレッド、あの当時あの、デモカーとして使ってたあのロアリングキットと同じものをですね、こちらの SL にも装着しました。でですね、まあ、ロアリングキットなので、微調整が必要で、4箇所装着するにあたって、ただね、今ちょうど後ろの左側にある程度のローダウンができて、こちらもついてるんですけど、もうちょっと微調整をして、もうちょっと下げるような予定でいきます。でですね、ホイールはですね、もともと純正の19インチがついてたんですけれども、20インチトライブ、M10 ブラック、こちらをちょっと装着しました。で、実際はですね、こちらのホイールが、ピッチが 114.3 なので、ベンツ自体の純正は112。これに対してですね、そのままボルトでつかないので、変換、ワイドレスペーサーを使って装着してます。M10 に関しては、ブラックとチタニウムがあるんですけど、こちらのブラックをちょっとチョイスしてみました。この後、もう一回リフトに上げて、ロアリングキットのですね、微調整をして、完成させます。で、改めて、ブラックカーボンのフルウェアを装着するという形になります。はい、ということで、SL400 ですね、IID のロアリングキットを装着しまして、ホイールもですね、トライフォースの M10、20インチブラックを装着しました。一応、ロアリングなんですけど、4箇所つけるので、1個1個ですね、微調整をして高さを合わせていくんですけれども、まだごめんなさい、これはですね、仮の装着になります。一応ですね、リアがね、今ここまで落ちたんですけど、ここを照準にしてですね、左前、右前、右後ろというのを合わせていきます。なので、いい感じでロアリングができてるんですけれども、これに合わせてフロントも、もうちょっと落とそうかなと思ってます。ちょっとこの車のですね、屋根をね、開けてみますので、ぜひ見てください。非常にですね、スムーズで速いです。で、まあ、今こういった形で IID ロアリングキットも装着して M10 を装着しましたけど、いい感じでですね、ホイールを装着できました。これだったら、ね、車検もね、オールの存在です。はい、ということで、あの今回はですね、このホイールと IID ロアリングキットまで完成しまして、今週のどこかでですね、 SL400、まあ、ヒプノタイズブラックカーボンボディキットがクリア塗装がですね、完成してくるので、そちらも近いうちに装着して完成形を予定してます。なので完成次第ですね、また改めて、YouTube の方でご紹介したいと思います。ということで、今回は途中経過ですけど、 SL400 のロアリングホイールの紹介でした。ありがとうございます。